信也さんを滑稽な状況に陥れることができるのか。賢いワンちゃんでしゅね。
年下男の子が犬の真似事をしてくれるなんてこと、そうそうありませんし。ずいぶんと楽しませていただきましたわ。何を言ってるんですの、俊也さん。あれはただの着ぐるみじゃないですか。中には人間が入ってるんですよ。ことですね。